私はあのどっちかというと演劇出身なもんですから途中から映画に入りましたで,であの当時五社協定ってがありまして東方の役者は東方しか出られない松竹の役者は松竹しか出られないそれから大の役者はいそこへ行きますと私はその演劇ですからどこでも出られたでそれはあの演出家が中大を使いたいって言えばどこでもいい方そういう意味では 非常に幸運であって、いろんな監督さんが知ってます、ね。もちろん黒瀬さん、小林さん含めて木下圭介さん、市川昆さん、全部使っていただきました。その中で、やっぱりなんとなく、あの成、ー、瀬さんだけはちょっと異色だったですよね。何が異色かというと、静けさですよね、ええ。静かに俳優に寄ってきて、 静かに耳打ちをしてそれで「えー、いいよじっとしてるだけでいいよ」っつって撮ってまああの成瀬監督自身は非常にまあ内面までは分かりませんけど非常に静かな人でした画面を見てるといろんな作品を見てると実にゆったりとしてる。あのそういうい意味では あ今の日本でも非常に珍しいという感じがしますね。なんとななやってて物足りないなというな感じはしましたけれどもいざ出来上がった映画見た時僕は「荒クれ」って映画が一番最初でしたからもう素敵な映画だなと思いました荒クれって映画は。 あの加藤大輔さんと高峰秀子さんが夫婦なんだけどそこに小僧で入り込んでなんとなくあの夫婦がうまくいかなくて「はいはい」って最後に電話出る時にああの小僧が乗っとるんだなっていう感じがしたんですよね。まあそういう意味ではセリフよりもセリフは棒でいいと棒でいいんだとただ例えばまあ今上がると。 心で演ずることが目に出るんだというようなことかもしれませんね。で、あの、自分も全然いいともしない。あの感じ、ちょっと生意気そうな感じ。あの、やっぱり自然体。役者で一番大事な自然体っていうのを求めたんですね。えー、まあ、あの、そうですね。この成さんの女は階段を上るとき。 の僕はいろんな役をやりましたけども、なかなか珍しい役、珍しい役です。例えば、まあ、誇るべきでも何でもない、恥ずかしいと思いますけれども、百六十本映画出た中では非常に珍しい役柄だと思ってます。だから、もっと強烈な役だとか、もっとすごい悪役とか、いろんなものをやってますけれども、こういうファジーなファジーだけども、なんか。 ある一種の冷たさを持って,てでかつ内面はホットだという役は非常に珍しいなとまああの成さんと僕との僕はまだ20代ですから年齢的な差はもちろんあったと思いますけれどもえともかく一緒に例えばあの ここはこうやったらこうやりたいんですがとかここはこうやったらいかがでしょうかというようなあの度胸もないですねまだ20代の初めぐらいですから。自分がが考えていることが 役者としてて肉体化できるかかどうかっていうっいのはもっと勉強しなきゃいけないなと思ったんで言われる通りに <laughs> やったような成瀬さんのコミュニケーションの取り方でしたね。えー、でねあのその後分かったことなんですが加減なんですよね、えー、強くって言われると強くやりすぎちゃうんですよ役者はいや。もっと抑えて弱くって言うと弱くやりすぎちゃうんでその辺の加減が。 ああなかなか難しいなと思いましたね、うん、それとやっぱり僕本当の意味でああ演劇と映画の違いはこうなんだなという実感として感じたのはやっぱり、あのー、ナルセ作品なんですよ。という申しますのはあの黒沢さんですとあの4台のカメラで、えー、ワンシーンワンカット、まあ、10分ぐらいですかワンロール。 非常に演劇的なんですよねだからそういう意味ではワンカットずつ、えー、あれこっちに誰か相手がいるんだけど無視して次から次へこう取っていっちゃう同じカットでそういうような感じがしましたね。だから結局その中抜きっていうのはその、えー、全部編集で。 分かってて、まあ、全部こうつながるっていうことが分かってて。だから、何も。このキャメラ、僕を撮っててですね。で、いやこの高見さんへね、こう今度、キャメラ回して、こっち行くと、ライティングの時間がかかりますよね。別に、契約するって意味じゃないけれども、そんな、そういう技術は。 成良さん持ってらしてこう取ってこう取ってこう取って,こっ,て、はい、こっち来店変えてこう取って,こう,ってこうやって,ってうまい具合につなげれば成良さんのその中の日っていうのはもう自分の,さあの演出技術の自信からも来てるんじゃないでしょうか。はい、それであの時美助監督がですねここは高峰さんの目線ここですここですって。 あのこんな目作った人がいて怒られたことありますけども <laughs>「このすって言うとそこ見て言う。で次のシーンはあー彼女が言う第一位こっち。で高宮さんはこっちちょっと動いたよ」って言われてそっちに向かって言う。それはやっぱり演出技術なんでしょうね。 あのモデル「女は階段上る時の」のきっとねあのバーがモデルだったんじゃないかな階段の上がるんですよねやっぱり銀座で、えー、有名なバーでしたけど名前こそ申しませんけれどもなんかその辺がモデルになってんのかなっていう感じをしますけれどもねあの階段を上るのも完全セットだし。 ところどころもちろんあの、えー、ロケーションしたと思いますけれども80以上セットじゃなかかったかと思いますあそれこそ道とかね歩くとこはやりましたけど東方には銀座のセットがございましたからであのバー何 <laughs> であのバーの女給を女階段のお時で,でいっぱい出てくるじゃないですか何であんな伸び伸びしてるんですか 成瀬さんの他の作品を見てもですねやっぱり女性中心っていうのかな女性強くそれを代表すべき女優さんは高峰秀子さんだったような気がしますけれどもそういう女性が成瀬さんを描くのはお好きだったんじゃないかというような気がしますけどね。ただだ綺麗ととかかねね可愛いとかねだから女性の魅力 まあ、もちろん魅力的な方ですけれども女性の持ってる今見ますとニヒリズムみたいなものを僕は鳴瀬さんが高水さんのことをお非常に一番感じて取ってたんじゃないかなと。あのそれは、まあ、ニヒリズムっていうと大げさかもしれませんけど。 女性,の持つ女性の持つ宿命的な定感みたいなものをそれにそれを分かりつつ突き進んでいく女の強さみたいなものを高見さんっていう俳優さんを通して感じてたのかなっていうようなそう愛嬌のある人でではなかったですね愛想がいいとか愛嬌があるとかじゃなくて。 ただやっぱりいざカメラの前に立つとガラッと変貌しますねそれこそだって年齢違いますからねただただ頭下げるだけでよろししくお願いします <laughs> でも僕ね映画演技ってあの人にあの人が一番先生でしたねええー、あの,そのリアルっていうリアリティっていうのかな日常的っていうのかそういうようなそんな。 まあいいのそんな大きな目開かなくてもとかねあの、うん、そういう意味じゃない <laughs> 先生僕はでも怖かったですよ <laughs> だって何歳違いますかあ8歳でそれで例えばこうお茶飲むでしょお茶飲んでこう飲むでしょ飲んででこう下ろすでしょ下ろして カットってなるでしょそうすると次僕のクローズアップくるわけですよ。お茶の位置はどっちだったかな入ってないのそれは。それは全然入ってないなら大丈夫もうお茶を捨てちゃっていいの。なんって割とこう言うんですよね。でねあっ大きなマイクここについてんのマイクとかね <laughs> 怖かったですよ怖かったですけど基本的にはあの親切な人。 口が悪いけど親切な人。僕ね二度殴ったことあるんですよあの高峰さんをあの木下さんの映画のとね,あのねを言った本気でな殴なくったってするなるさんは本気で殴ってねってこう言うわけでしょ。 <laughs> こっちも赤いからただ耳だけはね細かが破れるからだからもうこの辺を思いっきり殴れというな指示はもちろん <laughs> 監督のあれでしたけど口でガンガンなんか言うよりその殴ること一つでね全て出しちゃうっていうところがなかなかナルスさんらしいなというところですね、う。ん だからあのー、マネージャーとして終始ずっといるんだったらはつまんない役ですよねあそこで本音がバーンとそれこそ解放されたというところがとても面白いところだったと思いますけどね。そんなななに俺嫌嫌いなのか嫌いいのもも好きもないわ時々ですね えー、映画もその時の流行でですねすごい人気になるもの人気になるけど5年後には消えてる映画とかで30年前の映画だけれどももうそれは30年前っていのは古いですよねそれでも今見てもとても新鮮であるというその中のうちの一つがこの奈良鳴美幹夫監督の「女は怪談のごとき」だと思いますけども。